皆さんこんにちは、神学部の光信と申します。今日はキリスト教の諸教派と、ローマカトリック教会、この由来起源とですね、特に身近なプロテスタントとカトリックっていうのがね、根本的なところでどんなところが違っていて、でそれをどういうふうにね、一致にもたらそうとそれぞれの教会が考えているのか、そんなことをご一緒にね考えてみたいと思います。よろしくお願いします。まず全体的なねところから眺めてみたいんですけれども、世界の人口73億人くらいということで、キリスト教はそのうち、22億人ぐらい、イスラム16億、ヒンドゥー10億などなどですね、無神論無宗教11億人とねいうことで、パーセンテージで言うと、キリスト教はだいたい 30% ぐらい、3人に1人ぐらいはキリスト教徒であるとねいうことになるというわけですね。でそのキリスト教の中での内訳はどうかというと、ちょっと数は統計のねによってちょっと違うんですけれども、キリスト教全体の人口のうちカトリックは12億ぐらい、そのだいたい 50%、半分はローマカトリック教会であるとね。それからプロテスタントは 5.5 億人ぐらいで 22% だから4人に1人ぐらい、というわけですね。それから、東方正教会ってね、これちょっと注意が必要で、正教会っていうのはオーソドックスチャーチっていうわけなんだけれども、11% ぐらいということで、10人に1人ぐらい。で、その他のキリスト教もね、いるということになるわけですね。ちょっとそれについては後で見ますけれども、主な流れというのは、だから、ローマカトリック教会、が10億人、11億人。ですね。で広がっているところは、ヨーロッパ、でもやっぱちょっとラテン系、南イタリア、フランス、スペイン、ポルトガール、それから中南米、フィリピンなどが多いとね、いうことですね。東方正教会というのは、イスタンブール、トルコですね、今のね、あそこ、ビザンチン帝国、ビザンツ帝国、っていうのがずっと東ローマ帝国のね、末裔として長くいたわけで、そこに基づくそこのキリスト教ですね。で、そこの関係の中で、東欧諸国ロシア、ぐるっと回って、日本お茶の水神田のニコライ堂なんていうね、日本聖ハリストス、正教会なんていうのもこうあるわけですよね。主な特徴って、そこにいろいろ書いて、皆さん大体分かってると思いますけれども、ローマカトリック教会は、バチカン、ローマを中心とする、割と中央集権的ですね。で、修道院、修道会などがいて、独身ですね、シスターとか神父もいて、イエズス会もね、その中の一つ、であるというわけですね。それから、プロテスタントはヨーロッパで、あるわけで、聖書中心主義、個人の信仰っていうのがね、大事であって、牧師さんは結婚しているとね、いうところですね。東方正教会も、カトリックと似てるところが多いんですけれども、聖がイコンを崇敬する、なんていうようなところでね、神秘的な傾向が強い、というふうな点が特徴としてね挙げられると、いうことですね。ではそれがどういうふうに分かれていったのかというところなんですけれども、これちょっとざっと概念図とねいうことで、左の方からイエス・キリスト原始教会があってね、古代の頃、450年51年カルケドン公会議って書いてあるけれども、その前にもね、ニケア、コンスタンティノープル、エフェソ公会議なんていうのがあってね。で、そこから、東方教会なんだけれども、二つに、正教会だけじゃなくて、オーソドックスチャーチじゃなくて、東方諸教会っていうのもね、出てくるわけなんですね。ネストリウス・アシリア派、コプト、これエジプト、それからエチオピアですね。
そういうのも出てくるし、それから東方正教会、オーソドックスチャーチっていうのは、ギリシャ正教会、ブルガリア、ルーマニア。まあ、主にこれはだから、東ローマ帝国ですね。とのこの関係を、こう重視した、教会の一番代表者を、まあ、皇帝、ローマ皇帝にしたとね、いう点が、もともと、正教会のね、始まり。東方諸教会の方はそれをしなかったというところなわけなんですよね。で、それが、1054年に、東西分裂っていうことで、まあ、ローマ帝国もずっと前に、東西に分裂していたわけで、それぞれまあ別の道を歩んでいたわけで、ローマカトリック教会はヨーロッパ中心、東方正教会はまあギリシャを中心としていたとね、いうことですね。で、その流れがずっと今でもこう続いていると。で、ローマカトリックの方は、16世紀1517年以降、宗教改革がね、マルチン・ルターの宗教改革っていうのが大きなターニングポイントになってね。で、そこからプロテスタント諸教派、まあ、ルーター派、バプティスト、カルバン、それから英国国教会、アングリカンなんてね、呼ばれますね。まあ、立教大学なんてそこの関係ですよね。そういうふうなものが分かれていって、さらにいろいろ、こう、分かれていくとね、いうことになっていくと。いうわけですね。そのキリスト教の分派のところをね、もう少し詳しく見てみると、この図になるとね、いうわけで、このニカイア公会議っていうね、キリスト教の第1回公会議が325年にね、開かれて、この時、それを開いたのが、コンスタンティヌス帝というね、まあ、ローマ帝国、コンスタンティノポリスを作った、その、皇帝になるわけですね。で、そこからこのキリスト教は公認され、また、国教になっていく、ローマ帝国の宗教になっていく、まあ、その、始まりのあたりというわけなんですよね。そして、それに続いて、コンスタンティノポリス公会議381年、それから、エペソ公会議431年、そしてカルケドン公会議451年と、ね、なっていくわけで、まあ、この時代は主にそのキリスト論と、ね、言うんですけれども、人間の救いにとって、イエス・キリストが神であり人であるっていうのはどういうことなのかっていうね、その辺のところがこの議論の的になって、いろいろな会議が開かれていったというわけなんですね。で、そこでそういう教義的なところでどうも納得がいかないいうグループがこう分かれていく。まあ、その背後にはね、ただ教義的なことだけじゃなくて、いろいろこの民族が違うとか、まあ、ナショナリズムがあったりとか、まあ、いろいろもっと複雑な人間的な要素もいろいろあってね、教会政治的なこともね、実はいろいろあったわけなんだけれども、まあ、でも、そういうことでこう分かれていって、くわけなんですね。大きいグループが一番左のは東方アシリア教会、まあ、これいわゆるネストリウス派とね言われるもので、まあ、これは高校の世界史なんかでも習うわけで、景況なんですってね、この唐ですね、中国のそこにまでこうずっとこうユーラシア大陸をね、渡ってこう伝播していったなんていうようなことも言われてますし、あるいはその一部はイランからね、ちょうどこの航海するのにちょうどよくて、イランからね、インドの南の方ですね、ケララなんてね呼ばれる西南インドですね、そっちの方にもこう、そのグループはこう、たどり着いて、で今もすごく盛んですね。サリ先生とかね、プッテンカラム先生っていうのは、まあ、そのケララの出身なわけなんですよね。まあ、今カトリックと一緒になってるわけなんだけれども、あるいは、コプト、教会って、ね。コプトっていうのはエジプトなんですね。エジプトっていう言葉は、これがこう、なまってコプト。どっちが先なのかよくわかりませんけども、エジプトのことですね。まあ、その中でも、カトリックと一緒になったのもあるし、自分たち独自の教会を作っているのもある。あるいは、アルメニアとかシリア、マロン派。まあ、これは結局、東方正教会とね、東方諸教会と呼ばれるんですね。だから、いわゆる、正教会。これはオーソドックスチャーチ。それは右の方で、
まあ、カルケドン派、カルケドン公会議っていうところで、競技的にある種ね、まあ、これもちろんさっきも言ったように民族的、いろいろ政治的なこともあったんだけれども、分派していった。まあ一般の信者の人はそういうこと全然わからないわけですけれどもね、東方諸教会はまあ基本的にキリストは神である単性説ってね、両性説じゃない、神であり人間であるというよりもイエス・キリストは神であるっていう立場をこう強調するようなグループなんですね。でそれからこう、カルケドン公会議で分かれていった右の方がビザンチン正統教会メルキト、まあ、だからローマ皇帝の、ね、権限を認めるローマカトリックもそうだし、そこからさらに宗教改革でプロテスタントがこう、まあ、みんなこれはカルケドン派とねこうまとめられるという具合ですね。まあ、こんな風にキリスト教っていうのはそもそもね、今分派しているのだということをちょっとね理解していただけたらと思いますね。でその古代のね論争でいろいろキリスト教は分派していった、まあ、その論争の内容をねちょっとだけまあ見てみますと、簡単に図にすればこんな感じというわけですね。だからイエス・キリストは神であり人であるとね。で、人間が、私たちがそのイエス・キリストと共に、父なる神を、まあ、礼拝する、祈る、その交わりの中に入るっていうことで、人は救いを得ていくということになるわけだけれども、じゃあイエス・キリストがこう神であり人であるってね、いうことは一体どういうことなのかと。いう点が論争点だったわけですね。で、このまず最初のニケア公会議で問題になったのは、このアリウス派っていうのと、アタナシウス派とね、いうもので、アリウス派っていうのは、イエス・キリストっていうのは、そもそも別に人間ですってね。で、まあ、神の養子にされたようなもんですよ、という、イエスの人間性、非造物性を強調したんですね。で、それに対して、いや、これ違うよと。アタナシウス派っていうのは、イエス・キリストは神であり人間であるってね。だから人間が、そのイエスのキリストの神である部分ね、ここに触れることができることによって、人は救われるんだよ、というね、いう理屈になるわけで、まあ、こっちが正当であるとなったわけで、アリウス派はそこで、異端になっていったというわけなんですね。で、さらに、下の段に行きますと、左のネストリウス派っていうのは、イエスに神が取り付いたとも書いてますけど、まあ、イエスは、まあ、あくまで神なんだけれども、その人間の中をこう通り過ぎていったみたいな、そういう考え方、ですね。まあ、これは、だから、エフェソ公会議っていうので、431年に、異端とされて、ずっと東の方に、こう動いていくとね、いうことになるわけ。で、もう一つ最後の右の単性説っていうのが、まあ、アタナシウス派と、こう、つながっているわけなんだけれども、まあ、カルケドン公会議ですね、451年に、ここで決定的に、さっき見た、左の方の東方諸教会にね、移っていく人たちですね。イエス・キリストはやっぱこう神だ、いうね、神聖、このその、イエス・キリストの神聖っていうのをこう非常に強調するグループ、で、まあ、カルケドン派っていうのはアタナシウスのものをこう引き継いでですね、イエス・キリストは神であり人だとね、いう両方向を持ってるんだと、いうことをこう言ったと。まあ、そんなことが、キリスト論論争の、ね、中身であるというわけです。で、また同じ図になるんですけれども、まあ、これ、さっきの図よりも少し細かく書いてあるわけで、原始キリスト教から東方教会が、東方諸教会と東方正教、こっちはカルケドン派ですね。オーソドックスチャーチと呼ばれるわけで、皇帝を、ね、あるいは、その後のいろんな王様とか、ロシアだったらツァーとかね、これを教会の代表者にしていく国教会になっていくわけなんですよね。で、それに対して、西方の方はローマカトリック教会で、そこから宗教改革で分かれていった
いろんなグループで、それがさらに一番下のところはこのアメリカに行っちゃうとね、さらにアメリカは要するに、新大陸にね、ヨーロッパの中でいろいろこう迫害されている小さなグループなんかが、新大陸に渡っていって、作られたのが、まあ、アメリカ合衆国ですよね、いうことでいろんなグループにこう分かれていったということなんですね。それから東方正教会にしてもね、これギリシャ正教、東方正教会、いろいろあるわけで、国ごとにそれぞれね、コンスタンティノープル、アレキサンドリア、アンティオキア、いろいろこうね、地域にまたがって、いろいろいるとね、フィンランドとか、エストニアとか、日本、ハリストスだ、これはニコライ堂ですね、お茶の水のね。だからある意味でこれみんなこの独立性が高いんですよね。ローマカトリック教会だと、ある種そのローマ教皇がやっぱ人事権をね最終的に握っている、ところで、まあ、ローマをこう中心としてそことのこうつながりをいつも持っているという、教会なんだけれども、うちの正教会はそれぞれ独立していて、こう緩いつながりをね持っているという、そういう違いがね、カトリック、ローマカトリック教会とはあるというわけなんですね。まあ、例えばっていうところ、これはエチオピアのね教会ということで、今なんかねこう紛争が起こってティグレとかね、いうところで大変な状況になってるわけで、そこにもあるこのラリベラっていうねこの聖地があってね、これはだからこうやって地下をずっとこの地下の岩をくり抜いてね、こう聖堂を作っているというね、まあ、そういうところ、周りにこう白い服を着た人たち、まあ、信徒の人はみんなこう非常にこう聖なるものを大事にするっていうね、こう特徴があるわけ、なんですよね。左の下は東京にもね、そういうエチオピアの人たちがいて、でこういうちゃんと教会を作って、まあ、こう洗礼式ですかね、こんなことをこう行っているという、そういう、まあ、いろんなキリスト教があるんだということをね、ちょっとご理解いただけたらと思いますね。まあ、でも、今回はね、あまり、全部やってるわけにもいかないので、特に日本で、多いね、プロテスタントとローマカトリックの違いですよね。まあ、プロテスタントのが実は多いんですね、人の数としてはね。大体、人口の 1% が100万人ちょっとぐらいいるというわけなんだけれども、カトリックは44万人と言われてますね。で、その他、まあ、60万、70万人ぐらいがプロテスタントであったということですね。で、まあ、こう、非常に大きく、雑把というかね、こう区別してみるとどんなとこが違うのかというと、まあ、カトリックはいろいろこう典礼とかでも音楽とかね、お香を焚いたりとかね、いろいろ綺麗なキリスト教の芸術があったりとかね、まあ、五感を使ってその、その宗教的な神秘にねこう近づいていく、そういう傾向が強いですね。それからまた組織としてですね、ローマ教皇のことをパパ様とかね言ったりするわけで、で神父、父ですよね。でまた修道場はシスター、姉妹なんてね言われる。で家族がとても大事にされるっていう面があって、まあ組織としてやっぱり全体そのモデルになっている共同体のモデルが、まあ、家族的であるとね、そういうつながりですね。がやっぱり基本にあるみたい。で、それに対してプロテスタントっていうのは、こう、生まれてきたのが大体まあ近代ですね。近代っていうのはやっぱり個人主義、あるいはそれぞれの人のこの主体性、っていうのがこう大事にされるわけで、その主体性に基づいて独立した個人が一緒に礼拝していく、そういうこの集まりだってね。そういう組織としてのプロテスタント教会っていうね、まあ、そういうところがちょっと強いんじゃないかなという点がね、基本的な違いかと私は思っていますね。で、いくつか、代表的なね、違いと、こう、それをどういうふうにこうね、理解していくかっていう点を次に見ていきたいんですけれども、まずは、聖書と伝承、まあ、伝統とも言われ、まあ、ラテン語でトラディツィオと、トラディションですね。
で、俺はトラディチオっていうのはこの運んでいくっていうかね、ものをこう受け継いで、こうで伝達していくっていう意味のね、言葉なわけですよね。で、カトリックの場合はもちろん聖書が一番のね、こう啓示の神様のことを伝える、その一番大事な、第一のね、ものであるわけなんだけれども、まあそれ以外のいろいろな教義、公会議の決定とかね、あるいはいろいろ生まれてきたこう慣習、マリア様を大事に、崇敬するとかね、神学とか、いろんな神学者たちがこう語ったこと、その祈りとかね、まあそういういろんなことが教会の中で生み出されていく。まあそれも一緒に大事にしましょう。だから聖書と伝承を両方大事にしましょうというね、ところだったわけですね。ところが、ルターは、まあそういうふうな、伝統を大事にするカトリック、ローマカトリック教会がもう1500年も経ってしまって、まああまりにもね、いろんなものがごてごてくっついて、で、いろんなこの世俗の権力とかね、そういうものともこの癒着して、腐敗していると。まあそれに対して改革していくというところで、まあそういうこう後からいろいろくっついてきた付録のようなね、伝統、伝承なんていうよりも、やっぱ原点中の原点である聖書ですね。にこう戻りましょう。聖書のみをやっぱ大事にしましょうってね。福音の原点、イエス・キリストの語った言葉を大事にしましょうっていう点が、特徴ですね。これ強調されるとね。まあ、現代においてはそれは、決して矛盾するものではないとね。まあ、伝統を重んじるカトリックにおいても、やっぱり聖書は第一の規範であるわけですし、そこでこう、信仰、聖書の信仰を、大事に生かしていくにおいても、やはりこう、これがまた新たなね、こう伝統になっていくっていうところもあるわけだから、決して、あれかこれかではない、両方大事であるというふうにね、現代は認められている。で、それによって、まあ、カトリックとプロテスタントがね、一緒に協力し合って、神学者たちが、聖書を、共同訳聖書なんていうのを作ったり、まあ、そういったことも進んでいるということですよね。それから、まあ、組織ですね。教会というものをこうどう捉えるかという、点で、まあ、カトリックは、だから、そういう五感を大事にするっていうようなこともさっき言いましたけれども、教会っていうのはキリストの生きた体なんだとね、体を構成する部分なんだと。で、それはこの世界に神様の救いを、まあ、仲介する非常に重要な、オーガニゼーション、機関であるとね、いうそういうこう捉え方をする。で、まあ、その真ん中にはやっぱりリーダーがいて、まあ、これがまあ教皇とかね、いうことになるわけで、まあ、その元に一致団結して、やっていこうってね、いうそういう見方があるわけですね。で、プロテスタントの場合は、まあ、信仰義人と書いてありますけど、まあ、マルチン・ルターが非常に大事にしたね、教義というわけだけれども、人間というのはみんな罪人で、あって、もう恵みを受けるしかない、そういう、ものなんだとね、いうわけ、ですから、なんか、こう、これを、その神様の恵みを仲介するとかね、そこまでちょっと強く言えない、もっとまあ伝達ぐらい、のね、ことであるとね、神様のこま力のによって、それをこう伝達していく、そういうまあ組織であるとね、いうふうな見方をするっていうところがありますね。で、またカトリックの場合はローマ教皇がいて、まあ、世界中ね、同じこの典礼、祈りの仕方とかね、式文とか儀式を持っているわけで、このまあ、ある意味普遍性があるわけでね、国境を越えているところがあるわけなんだけれども、教会というと、まあそういう世界に広がっていくキリストの体っていうイメージがありますけども、まあプロテスタントそこまでね、まあいっぱいなグループに分かれているっていうところもあるので、まあ教会というと、やっぱり自分が属している共同体みたいなね、意識が強いかなと思いますね。
それから、まあ、そういうあの救いの共同体である教会の中でのこの役割、役務ですね、これをどう捉えるかというところで、まあ、カトリックの場合は、まあ、あの教皇を中心とするいわゆる、まあ、共同職ってね、あの枢機卿とかね、いて、それから、各地方に司教がいて、でそれに協力する司祭、助祭たちがいる、でそういう、まあ、あの男性ばっかりなんですけれどもね、独身の男性がそういう、こう共同職っていうのをあの引き継いでいるとね。で、教会をもともと始めたのは、その復活の、イエス・キリストの復活の証人である人たち、十二使徒。で、この人たちの役割と、その持っているね、キリストから授けられた権の力を引き継ぐのが、そういう、共同職であるとね、いう理解なわけですよね。で、教皇は特に、ローマの司教なんだけれども、ローマっていうのはペトロっていうのは、この十二使徒たちの、まあ、リーダー格だったわけでね。だから、それの、あの、後継者だっていう、だからそういう、やっぱ全教会についての、この、対する、このリーダーシップですね。そういうのをこう強く意識しているっていうところが、まあ、カトリックのね、そういう共同職ですね。まあ、ちょっとでもやっぱり今、全部男ばっかりっていうのがね、少し問題になっていますね。プロテスタントだったら、まあ、女性の牧師さん当然いるし、聖公会、アングリカンの中でも女性のね、そういう、聖職者はいるわけで、まあ、これはちょっとこれからカトリック教会もね、いろいろ論議が進む点ではないかなと思いますね。それから、プロテスタントの方は、基本的にルターの考えで言えば、全信徒が、まあ、祭司である。で、まあ、祭司っていうのは、神と人とをこう結び合わせる、そういう役割ですね。ところが、ここで、祭司制と書いてあって、これ、制度の制ではないんですね。そういう、こう、特性、性質としての祭司制と書いてあるとね、いうわけで、これどういうことかというから、まあ、すべての信徒はみんな平等にそういうイエス・キリストの、救いを受けて、それを、人々に伝えていく、そういう祭司の役割を担っていると。そういう特性を、それぞれの人がみんな持ってるというわけね。ただし、それが、制度としては、まあ、牧師さんというね、その説教とか、そういう祈り、礼拝を執行する、そういう、まあ、まあ、聖職者といいますかね、そういう人たちもいる。まあ、その人は、まあ、制度の方になるわけだけれども、まあ、それは、しかし、あくまで、一人の信徒であってね、カトリック教会みたいに除会式すると、なんか別の神父とかね、司教とか別の存在になるってね、いうふうな意識っていうのは持ってないという点がね、特徴的かなと思いますね。それから、3番で、サクラメントとね、呼ばれる。まあ、カトリックでは、秘跡と、呼ばれるんですけれどもね、この捉え方の違いっていうのがありますね。で、カトリックにおいて、秘跡って何かというと、目に見えない神の恵みの目に見える印であるとね、いうところで、神様がやってることを、こう目に見える印です。だから洗礼だったら水、ね、献身だったらこの油、それから聖体だったらパンとブドウ酒、癒し描写の濃い油を塗ったりとかね、そういう目に見える形でこう表して、だから五感を大事にするっていうことが出てきましたけれども、まあそういうことですね。で、それにはカトリックでは7つがね、指定されてるんですね。で、それはさらに3つに役割上分類されてね、まずは入信の史跡、だから信仰にこう入っていくってわけね。だん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 深く入っていくわけで、最初は洗礼、で、それから献身っていうのは、まあ、聖霊を受けるってわけだけど、三位一体の交わりにより深く入って、まあ、共同体、教会の中にもっともっとコミットしていくってね、いうことですね。で、聖体配慮。まあ、これも入信の史跡に入るわけなんですね。そこで、こう、完全に、
イエス・キリストの体をいただいて、その教会の中でこうそのメンバーとしてね、フルにこうね、あの組み込まれる、まあそういう入信の史跡、それからあの教会の役割としてイエス・キリストがやっていた癒しと許しですね、これをだからこの病者の問いといって、こうね、あの年取ったあの方とか病気になった人とかにあの油を塗って力づけるね、それから犯した罪を、告白して、その神様の許しをいただく許しの史跡、ということね。それから三つ目があの奉仕の史跡で、これはあの助会、そういうだから司祭とか助祭とかあの司教になる、これはだから教会の中での特別のこの奉仕の役割をね、担うようになるという、これが史跡なわけだけれども、もう面白いのはあの婚姻結婚もね、実はそうなんですね。だからまああの私たちはまあ好きになった人同士が普通に結婚するんだというところで、考えるわけでね、わけですね。だけどカトリック教会はあのこれはあのやはり結婚をして家族を作る、あのまずは最初はパートナー同士、それから共同体ですね、そこから子供ができていく、で家族になって、これはあのちっちゃい教会であると、それはだからそのイエス・キリストの、救いを家族を通して周りの人々に伝えていく、そういう共同体を作る、そういうもんなんだっていうね、あの理解なんですね。だから単に好きになったからその印として結婚式を行うっていうことではないというわけね。だからそこのところでカトリック教会の場合はこう婚姻の史跡っていうのは割とまあ厳しいというかね、だから同性婚っていうのはちょっと子供ができないっていうのは、それをカトリック教会は婚姻として行うことはできませんと、祝福を与えるってことはちょっと一緒になっちゃうからね、本来の奉仕の務めとしての婚姻というのとね、これできませんよっていうようなことが言われて、教皇も言って、まあこれを物議を醸しているっていう状況も今あったりね、それから堕胎とか、それから人工、その的な否認とかね、こういうのも、ね、こう、まあダメですよっていう立場が、やっぱり貫かれているとね、いうことですね。やっぱり結婚して、それも恵みなんだけど、子供が生まれてやっぱ神様の恵みなんだから、それを人間が勝手にね、こう、止めてしまうっていうことはダメだねっていう考えに基づいているというわけですね。まあ、こういう7つの史跡に基づいて信仰生活が行われている、プロテスタントの場合はそれがまあ2つぐらいね、洗礼と聖餐、でも聖餐も毎回行われるわけではないようですね。カトリックだったらカトリックの信者はね、ミサだったら聖体量なかったら怒っちゃうようなところがありますけれどもね。まあそれはだからプロテスタントはこの史跡っていうのをだからまあ恵みの表明、私はこれを信じますっていうね、それを主体的な個人として人々に、まあ、宣言するっていうね、そういうニュアンスを持っている、というところもこうあるとね、まあ、恵みの手段、まあ、それに預かることによってその人が信仰者となり、またキリストの体をいただくことで強められるというところもあるんだけれどもね、まあ、恵みの表明っていうふうな、そういう、視点観点もあるということですね。はい。それからその、サクラメントの中にもキリストカトリックでは入ってるんだけれども、ミサですね、ですね、こうカトリックにおいてはミサっていうのは、まあ、最後の晩餐ですね、十字架につけられる前にイエス・キリストがパンとブドウ酒を、一緒に食べて、でそれによって力づけて十字架をもこう克服して復活を生きるようにという、そういうね、ことがこのミサであるとね、いうわけですね。でだからそこでは目に見える形でパンとブドウ酒ですね、でそれでこう神の言葉、生きた神の言葉を受けて、で自分たち、私たちもその神の言葉になって世に使わされるっていう意識がね、ミサっていうのには非常に強いですね。プロテスタントの場合はまたこれも主体的な個人がまず集まって一緒に祈る、
でそこで、まあ、聖書の言葉、聖書が第一ですから、その言葉を聞くとね、だから説教はとても大事にされるとね、いう点がねあります。まあカトリックの人はなるべく説教は短い方がいいと思ってるんだけれども、プロテスタントの教会行くとね、すごく長い説教がされるんで、まあその点は大いに違うかなという点もちょっとありますね。それから5番目、今度は諸聖人を崇敬するカトリック、特に聖母マリアですね。だからこれカトリックの場合は聖との交わりっていうことがねこう言われて、要するに聖人たちっていうのはだからその体ですね、キリストの体を作っている家族の一員であって、その交わりっていうのはこの生と死の間の境界もこう超えていると、亡くなっても天国にいる人たちともこう一緒に祈り合うんだっていう、まあ、そういう考えに基づいているのがこの聖人崇敬というものですね。特に聖母マリアはイエス・キリストのお母さんだったわけで、イエスの、ね、考えたことやったこと、その意味一番深く、理解されている、ね、方であるわけだし、でそれを一番最初に受け入れた、まあだからクリスチャンの第1号クリスチャン、信仰者のモデルでね、いうことであるし、それがまた教会の母ということでね、非常に重要なこの役割をこう担っていて、まあカテクロ信徒の人たちからはまあ敬愛されているとね、いうわけです。ところがそういうあまりにもマリア様とか聖人とかっていうのがこういっぱいごちゃごちゃいるカトリック教会っていうのは、プロテスタントの人たちから見ると一番大事なイエス・キリストとのこの関わり、それがかえってなんか薄められちゃったり、なんか混ざっちゃったりするんではないかというね、そういう眼差しっていうのを、まあ、持っているというね、まあ、この辺とかなかなか理解がね、共通理解が少し難しい点ではありますね。それから6番、カトリック教会では、まあ、修道院っていうのがね、あってそこはやっぱ大事な役割を果たしている。まあ、もともとは3世紀のエジプトのそういう、まあ、世俗のところから離れて、荒れ野でね、ポツンと、苦行をするような人たちから始まったんだけど、それがだんだん共同体になっていく。それがこう発展していく。まあ、それもだから、やはり兄弟、姉妹、ね、そう、家族制、カトリック教会のね、まあ、そういったものともこう関わっていたのかなっていう点がありますね。ところが、プロテスタント、ルターの頃、まあ、ルター自身もアグスチノ会っていうね、修道院のメンバーだったんだけれども、やはりその当時の、修道院っていうのは、こういろんな世俗との、この世俗の富とかね、権力との結びつきがあまりにも深くなっちゃって、ズブズブになってしまっていて、これはやはりね、改革しなきゃってね。で、やはり個人、としてちゃんとね結婚してっていう家族を作ってっていうところに意味があるっていうところで、修道生活っていうのはこうまあだんだん薄れていったんですよね。まあでも現代においてはまたねプロテスタントの人が始めたフランスのテゼ共同体になってね、これとても綺麗な歌を歌って若い人たちなんかが集まってね、でそこではそういう教派を超えてカトリックの人も集まってくる、まあ、プロテスタントの修道士がやっているね、もともとね、そういう共同体なんですけどね、まあ、そういうものもこう現代においてはあって、まあ、こういう溝もねこう克服されつつあるというわけですね。それから信仰者の日常生活、祈りなんていうね、ところで、まあ、カトリックではね十字架をこう切るわけですよね、こうね、父と子と聖霊の御名によってね、だけどプロテスタントは基本的にこれしませんね。これなんか迷信くさい、そういう印、目に見える印とかああいったものを切り落としていったっていうのが、まあ、プロテスタントであるとねいうわけですよね。でカトリックの場合は、まあ、修道院の中ではそういうこう一日ね何回も修道士シスターたちが集まって詩編を唱え、まあ、みんなもう 型が決まっている、同じ言葉をね繰り返して日によって
唱えたりとかね、いうそういう方がある。あるいはロザリオの祈りってもマリア様をね大事にするこう祈りとかね、こう数珠を使う祈りですね。あるいはお告げの祈りっていうのは、あのイグナチオ教会、十字大学隣にありますけど、あれお昼とか夕方6時になるとガランガランガランと鐘が鳴りますね。あそこでこうマリア様の祈りを唱える、あのいわゆるこのミレーの晩鐘って絵がありますよね。あれはだから夕方にこの農夫たちが教会の鐘に合わせて祈っている。まああれがこのお告げの祈りっていうやつですね。そういう型ができている祈りが結構あるとね、いうわけ。で、それに対してプロテスタントの方は、やっぱり一人が主体的な言葉で祈るっていうね、ところがこう重視されるっていう点が特徴かなと思います。はい。まあ大体そんなところがね、まあ、カトリックとプロテスタントとのこの違いと、ね、これをどう、克服していくかっていう点だったわけですけれども、まあ、現代のローマカトリック教会は、ね、ローマ、バチカン公、第二バチカン公会議でもね、その目標の一つは、キリスト教会の一致っていうことをね、強く目指す。まあ、その他の二つは、平和を求めよう。それから、ローマカトリック教会が世界ともっと対話しよう、開いていこうってね、その3つだったんですけれども、まあ、そのうちの1つ、教会一致への強い責任、特にだから教皇はペトロでね、その使徒 の、まあ、リーダー、頭だったというわけなんだから、この人が音頭を取らなければ、やはりまとまらないだろうってね、いう点で、非常にそれをね、強く推し進めているというところですね。教会はキリストにおけるいわば秘跡、すなわち神との親密な交わりと全人類一致の印と道具であるとね、いうことなんだから、それを推し進めていく。まあ、だから、教会を超えて世界の全ての人類が一致していくようにっていうところが目指されるんですけれども、その前提としては、まず、キリスト教会が一致していかなきゃいけないとね、いう点で、この辺をね、一生懸命やろうとしているというところですよね。で、まあ、結論として、だから、まあ、ローマカトリック教会ってね、言うわけなんだけど、これは一つのやっぱ宗派ですよね。教派ですね。で、カトリックっていう言葉があるわけなんで、これはどういう意味かというと、もともとね、ギリシャ語なんだけれども、カタっていうのは何々に従ってとね、いう意味。それから、カトホーリって、ホロスっていうね、これは全体ですね。ホルーってね、だから英語でも全体をこのホールっていう言葉でね、言います。ホーリスティックとか、ね、全体的にとかね。だから全体に従って、だから普遍的なところに従って一致していくっていうのがこのカトリックっていうね、そもそもの意味ですね。だから人々が、あるいは人類全体が、その全体を見ながら、その普遍性に向かって一つになっていくっていうのが、このカトリックってね、いう意味なんだとね、いうわけですよね。ところが、今の現代の社会っていうのは、やはりいろんな形で、まあ、宗教もそうだし、経済格差、人種、差別、テロリズム、いろんな原因で、まあ、分断されて、それがね、まあ、ちょっと目には、深まっているところもあるとね。だからそこを、こうやはりね、しっかり見つめて、で、こうカトリックっていうのは、こう、新たな生き方をイエス・キリストに基づいて、新たなその愛と慈しみに基づくコミュニティをこう、作っていこうとね、いうことが大事なわけで、だから、各教派、ローマ・カトリック教会、自分たちだけなんていうふうに凝り固まってはいけないとね、これをもっと広く、そういう全人類に向かっていこうとね、いう見方っていうのが、こう、現代の、キリスト教全体、まあ、ローマカトリック教会もね、その中の、一つの役割を担おうとしているという点がね、大事なところかなというふうに思います。はい、どうも、ご清聴ありがとうございました。